光です。最初の一本はこちら。時の旅人。数多くのクソゲーの中でも、この作品には驚きを隠せませんでした。初めてプレイした時の衝撃はすごかったです。この作品は角川アニメ映画の世界を再現したものです。物語は映画の続編として展開され、かつての悪役、クタジマトシトが歴史を書き換えるために、再び時間を超えて、タイムスリップするというものです。基本的には単調なもので、ただ、はい、と、いいえ、という、選択肢を選び続けるだけです。なんとも退屈なゲームだと嘆くのが当然でしょう。私自身も、当時このゲームが、全く面白くないと感じてしまいました。もちろん今もそう思っています。選択肢によっては、力の歴史、や、お金の歴史、といった、5つの異なる歴史へと変化していきますが、死を招く選択肢が多く存在し、まるでロシアンルーレットのような状況に陥ります。タイムマシンに乗り遅れれば、即座にゲームオーバーという、非常な場面も多々見受けられます。登場する人物は歴史上ごく一部に限られており、徐々に質問が奇妙になっていくため、それを楽しむことができるのであれば、プレイしても問題ありません。もしも定価4900円で購入してしまったとすれば、私は背筋が凍りつく思いです。ミシシッピー殺人事件。戦場で巻き起こる恐ろしい殺人事件。偶然にもその場に居合わせた、チャールズという探偵と、彼のジョシュ・ワトソンは、犯人を解き明かす、推理の旅に乗り出すこととなりました。しかしこの事件は、まさに驚くべき難解さを誇っています。物語はまず、殺人事件に遭遇する場面から始まります。しかしそこに至るまでのストーリーは、船内に非常な罠が散りばめられています。急に落とし穴に落ちてしまったり、油断をしていると鋭利なナイフの刃が、命を奪ってしまうことでしょう。てか初見では絶対に避けることは無理でしょう。さらに、重要な情報を得るための聞き込みの中で、わずか3つのメモしか許されません。それ以前に入手した情報は忘れ去られ、再び尋ねることすら許されない、厳しい制約が待ち構えています。この行き詰まり感こそが、このゲームならではの特徴と言えるのでしょう。そして、最も困難な点はセーブ機能の欠如です。数多くの非常なゲームオーバーが、存在するにもかかわらず、プレイヤーは進行状況を保存する手段を持ちません。なので毎回、最初からやり直すことに絶望を感じることでしょう。多くのプレイヤーを苦しめるゲームでありながら、再び挑む勇者たちもまた存在するのです。このゲームを当時クリアした強者はいるのかな？元祖最有機スーパーモンキー大冒険。バックが手掛けた問題作の一作にして、その後の路線を決定づけた作品でございます。物語は、基本的に最有機のキャラクターたちが登場する RPG となっております。果てしないフィールドをさまよい、手がかりもなくアイテムを集め、イベントや一部のボス戦においては、原作を読んでいないと、解き明かせない謎も存在します。また、水や食料が底をつくと、徐々に体力が減退し、衰弱死してしまうという、厳しい現実もありますが、何の説明もないまま始めてしまうと、初めは驚愕せざるを得ませんでした。戦闘はアクション要素が含まれており、基本的に孫悟空以外のキャラクターは、生き残る以外に活躍することはできません。
如意棒がなければ打ち勝つことのできない、強力なボスも存在いたします。このゲームはまさに困難そのものですが、真の意味で過酷な旅路が適切に再現されているため、オープンワールドゲームに熱心な人には、その価値を見出すことができるかもしれません。イカリという一文字で構成される非常に男らしいタイトルの本作は、もともとアーケード向けに開発されたアクションシューティングゲームでございます。当時は乱暴やコマンドの影響か、男性ホルモンに満ちた力強い男たちが単身で戦場に挑むアクションゲームがちらほらと見受けられましたが、本作もそのような作品の一つになります。物語は、国連に届いた一つの極秘情報から明らかになった、世界征服を企む悪の秘密結社を滅ぼすために精鋭部隊のラルフとクラークが戦場に向かうという展開です。このラルフとクラークは、後の SNK の人気格闘ゲームシリーズキングオブファイターズや、同社の人気アクションシリーズメタルスラップでもおなじみの勇ましく戦い続ける二人であり、本作は彼らのデビュー作として現在でも名高い作品となっております。ただし、アーケード版と比べるとプレイ感覚は全く再現されず、難易度もアーケード版以上に高く、時期の動きも処理落ちしているかのように鈍く、グラフィックも平面的であり、 BGM も単調で飽きがきます。操作性の悪さと鬼畜な難易度によって、本当にテストプレイが行われたのかと疑問に思うほどであり、このゲームを制作したスタッフにはまさに怒りであります。ジーキル博士のホウマガトキ、現在でも、わけのわからないゲームでございます。小説、ジキル博士とハイド氏を題材にした作品ですが、イギリスの小説を使用するという点で、子供たちのことを完全に無視しております。ジキル博士の人間界パートでは、操作性ものろく、全く楽しむことができず、ハイドの魔界パートでは、ジキル博士よりも先の場所に進むと、ゲームオーバーとなってしまいます。アイデア自体は悪くありませんでしたが、緻密な仕上げが欠け、企画としては失敗した打作となっております。ゲームとしての面白さは全くなく、突如として雷に打たれて即死するなど、子供だった当時の自分にとっては、意味不明なゲームであり、子供心に、ストレスを感じるゲームであったことは、間違いありません。しかし、雰囲気には、良さがあったことが救いでありましょうか。クソゲーマニアの人たちには、ぜひとも、プレイしていただきたいゲームでございます。ドラゴンズレア。当時、ドラゴンという名前を目にして、ついつい購入してしまった人もおられるのではないかと思います。なんとなく、ドラゴンという名前を見ると、ドラゴンクエストのような印象があり、名作かもしれない、と期待した方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、このゲームは、その期待を見事に裏切るものでございました。まず、最初の場所で、城に入るための橋が存在しますが、そこですでに行き詰まってしまった人も、いらっしゃるのではないでしょうか。最初の場所から難しさが増していくのです。
そして、城に入った途端にまた即死の罠が。さらに、ジャンプが上ボタンという仕様も、難易度を上げているように感じます。大人になった今では、ある程度楽しむことができるゲームになりましたが、当時の子供たちが楽しめたのか、疑問に思うほどのダサ作でございます。しかも、続編まで存在するなんて、今になって振り返れば、こんなゲームが発売できるなんて、良い時代であったと感じますね。レリクス暗黒要塞。パソコンで大変人気を博した、アクションアドベンチャーゲームでございます。主人公が殺され、魂だけの存在となりながら、敵の体を利用して戦うという物語です。基本的にはサイドビューで進行し、武器による攻撃やジャンプで進んでまいります。パソコン版と同じストーリーではございますが、ロードの多さが特徴であり、お待ちください地獄がお試しいただけます。また、アクション中には飛び移る際に、奇妙な動きが発生するため、不注意にも敵に突撃したり、後ろを向く際にも変な動きをしてしまい、苦労の連続となることでしょう。しかしながら、セーブ機能が追加されたり、ストーリーが幾分理解しやすくなったことは、良い点でございましたが、お待ちください地獄が大変不評でした。気の長い人であっても苦しいこととなるでしょうが、意図的に修行として挑むことも悪くありません。当時の流行語大賞の候補に、お待ちくださいが入ったとか入らなかったとか。俺たちしか